パロスデラ・フロンテーラは、スペイン、アンダルシア州ウエルバ県の自治体。単に、パロスと呼ばれることもある。ローマ時代の名称である、パルスを語源とする。1642年、自治特権を与えられた際に正式名称を、パロスデラ・フロンテーラとした。パロスに人が定住したのは新石器時代からとされる。タルテスソス、ローマ帝国、西豪王国、イスラムの支配を受け、 1322年、カスティーリア王アルフォンソ11世がパロスをアロンソカーノとその妻ベレンゲラへと授けた。この年がパロス発祥の年とされる。当時のパロスは対イスラムの前線と接しており、人口はわずかであった。人口の大半を占める漁民は、風や海賊の攻撃から身を守るためにティント川の中に港を築いていた。1379年、 不安一世からパロスを授けられたアルバル、ペレスデグスマンがパロス創建者とみなされている。彼は50家族の植民を行い、決して肥沃とは言えない土地にオリーブを植林し、オリーブ油を作ることで収入が得られるようにした。夫妻の死後、パロスの土地を娘たちが分割して継承した。一方は子孫であるメディナシドニア公が継承し、もう一方は1492年、 カトリック領王時代に王家が購入した。15世紀のパロス人口はおよそ2500人であった。彼らは、漁業と、獲れた魚を輸出する、地中海貿易、北、大西洋貿易で繁栄していた。ギニアでさえも取引があったという、パロスの黄金時代は1470年から1479年であった。この時代、カスティーリア王国は、 フアナ・ラベルトラ・ネーハとイサベル・デ・カスティーリャやアビスの大位継承をめぐる内戦で二分されていた。フアナと結婚してあわよくば、カスティーリャ王位を狙っていたのが、隣国ポルトガル王アホン・ソゴセで、当時のポルトガルは、対アフリカ貿易や海外領土拡大において、カスティーリャの競争相手であった。カスティーリャ海軍の対ポルトガル遠征では、常に熟練した技術を持つパロス出身の船乗りの、 姿があった。これにより、パロスは、揺るぎない名誉を得た。しかし、海軍遠征は、カトリック領王の敗北に終わった。1479年のアルカソバス条約で、カスティーリャは、大西洋、アフリカ沿岸の領土を放棄することになった。スペインとポルトガルは、スペイン王女を、ポルトガル王位継承予定者と婚約させることで、和解した。 しかし、パロスの船乗りはこの和平を時には無視し、ポルトガルの貿易路を荒らした。1490年から2年間、クリストーバルコロンは、パロスのララビダ修道院に客人として滞在した。コロンを支援する修道院長は、イサベル一世の国会主シスネロスへコロンを紹介した。1492年8月3日、クリストーバルコロンが指揮する船団がパロスを出港した。 この戦団にはパロス出身の船のリピンソン兄弟も乗っていた。コロンの航海で新大陸が発見され、新大陸貿易が活発となると同時に、新大陸へのキリスト教宣教も盛んとなった。パロスからはラ・ラビダ修道院の属するフランチェスコ会を中心として多くの宣教師たちが海を渡っていった。18世紀のパロスコロンの航海成功後、カトリック領王は、 セビーリアに定住し、スペイン本土、西インド諸島、カナリア諸島、北アフリカ沿岸バルバリアとの交易を指揮する貿易員を1503年に設置した。アンダルシア沿岸の港からセビーリアへ貿易の中心が移管されたことで、急速にパロスは衰退していった。新大陸貿易に引き付けられたパロス住民はアメリカやセビーリアへ移住し、 パロスはほとんど貿易船の見られない漁村になり果てた。わずかに残った漁民も近隣の村の船に雇われたり移住を余儀なくされた。その後3世紀もの間、パロス住民は農業を中心に暮らした。18世紀半ばの人口はわずか約125人であった。しかし同じ時期、カタルーニャ人投資家がパロスにブドウ栽培を導入した。ブドウ栽培が軌道に乗るにつれ、 人口は1492年以前の水準にまで回復していった。海に面しているために伝統的に漁業と貿易業を中心としてきた。しかし、アメリカへの移民が激増した過去があり、現在は漁船や貿易船はまばらであり、人々は農業を主観産業としている。20世紀後半からは EU 向けの農産品輸出が盛んとなっている。その他には石油、 ガス生成が行われている。ありがとうございます。